クソラレンの構造アンゲリシンの構造フラノクマリン、またはフロクマリン類は様々な植物によって産生される有機化合物の一種である。フラノクマリン類はジメチルアリルにリン酸及びナナ、ヒドロキシクマリンのカップリングによって生合成される。ウンベリフェロン及びダマップはそれぞれフェニルプロパノイド経路及びメバロン酸経路によって生合成される。 フラノクマリンの化学構造は、フランカンとクマリンが縮み間した構造をしている。フランカンが様々な方法で縮み間することによって、いくつかの異性体が生成する。最も一般的な二つの母核構造はプソラレン、およびアンゲリシンである。これら二つの母核構造の誘導体は、それぞれ直線型フラノクマリン、角度型フラノクマリンと呼ばれる。 多くのフラノクマリン類は毒性があり、植物は昆虫から哺乳類まで様々なタイプの捕食者に対する防御機構の一つとして、これらの化合物を生産している。この種のフィトケミカルはパースニップやジャイアントホグイードの汁にさらされた際に見られる植物性光線皮膚炎の原因である。フラノクマリン類はその他の生物学的効果を示す。 例えば、人において、ベルガモチンやジヒドルキシュベルガモチンは、グレープフルーツの薬物相互作用の原因である。これらのフラノクマリン類はある、種の薬の代謝に影響を及ぼす。また、グレープフルーツや、ベルガモットなどの柑橘類の精油は、蒸気の光線過敏を引き起こすフラノクマリン類が、含まれているため、概要するにあたっては、フラノクマリン類を取り除いてあるかどうか確認する。 必要がある。ありがとうございます。